きましょうか、それでは皆さん、今日は集まってくれて本当にどうもありがとうございます。やっと CD が完成しまして、嬉しい限りで、今日、お披露目コンサートということで、頑張ってまいりたいと思います、でも編成はあの2人みたいなまあそれが、まあ、俺かなみたいなね、紹介しましょう、ベースクレイジートミーです。よろしく。それではぼちぼちぼちと、1曲目から、順に、紹介していきたいと思います。最初に明日への扉、聴いてください。ワン、ツー、スリー、フォI'm not afraid to be.
CD を、制作してくれた、社長さんでございます。彼女がいなかったら、ここまで来れませんでした。本当に、素晴らしい、ね、うん、ちゃんまきちゃんまきだからね、ちゃんまき、ま、うん、僕はまきちゃんで行きたいですけども、社長でしょ、社長、社長さん、社長、ね、後ろ姿でどこのいい女がいて、後からナンパしようと思ったらちゃんまきだったそうね、お世話になってます。今のね、明日への扉も、プロモーションビデオを作っていただいて、今 YouTube に、上げてますので、見てない方は、ぜひ、見てください。フォトムービーになってますけれども、すごい、かっこいいね。かっこいいの作ってもらってね、あれ、いいよね。皆さん見ました？見ました。プロモーションでありがとうございます。かっこいいよね。 ありがとうございます。君も出てるじゃんね。いや、ああ見たから知ってるよ他にもね、なんか、まあ、お客様いろいろ出演していただいておりますけども、出演許可を取らずに公開してします。取らずに公開して、後でメールでお前言ったのかよっていう、ね、ごめんっていう、ね、そういう変なやり取りもあって、あるので、彼がいてくれなかったら、とんでもないことになってましたね。ありがとうございます。とんでもないことにならないとは思うけど、まあいいや何が言いたかったんだろう今いや、次の曲どうやってつなげようかなと思ってたけどさ次は、僕の、学生時代の、失恋の経験をもとに、作って、まあこれをやると、結構、女性が、いいねって言ってくれるんで、調子に乗ってこれも、CD に載せました大丈夫、これ いけますか。ラストシーン聞いてください。ワン、ツー、スリー、ファイブ。辛すぎるよ。
口を知らずに終わった恋、いおりの誕生日と、ありますよ、ありがとうございます、あと CD、発売記念ライブに来てくださった皆様に感謝を込めまして、乾杯だね、それでいいかな、はい、いおり誕生日おめでとう、また来てくださった皆様方ありがとうございます、乾杯、乾杯、でもね、50ってなんかね、気持ちいいよね、なるほど、とうとう来たよ、半世紀来たよ、そうなんだよ、半世紀来てんだよね、やばいっす。彼とは四半世紀付き合ってるんですけど、四半世紀以上だね、以上はでも30年はなるね、30年にはなるね、
まあいろいろ、まあ酸いも甘いも知ってるやつなんで、あんまりこれ以上余計なこと言うと変なこと言い出すんでね、やめてください。そう、ね、なんかね、いろんな悪いことやって、一緒に遊んでたりね、もうね、いろんな、あの、笑い話になるようなことがね、いっぱいあるんですけどね、その話はまたおいおいという。おいおいじゃなくてやめてください。まあそんな俺が、ね、どうしようもなかった俺がね、実は戦争反対ソングを作ったという、ね、感じなんですよ。まあ素晴らしい、そんな感じで、ずいぶん前からあった曲なんですけど、ちょっとアレンジし直して、今日、CD に、載せた曲です。 Words People 2015聴いてください。チャオ。
ズゲットがありました。ちょっとチューニングしましょうかね。ちょっとあの喋ってもらっていいですかね。俺ベシャリっつったら下ネタしかねえんだからさ。いやそれでいいよ。今日パーティーだよ。パーティー。何パーティー？あの田園都市線パーティー。なんか面白いこと言ってくれよ。木村さん、なんか面白いこと言ってくれないよ。社長、なんかないですか？ねえ、マキちゃん、ありがとうございます。本当今日はご速度いただきましたね。俺、マキちゃんのうちにあの足向けて寝ないことにしたんだ。素晴らしいですね。で、次の曲が、次の曲はちょっとね、しっとりとね、しっとりと、あ、しっとりとしっとり系なんで。俺、じっとりの方がいい。しっとりでいきました。マスター2つあるんだよ。マスター右下の Hey, one, two, take one, two. こんな感じかな。
サクッとなんかあの MC 入りそうなところで入らないと思うね、頭真っ白になってますね今ね、なんかしんないけどなんか言いたいんだけど、あ、おめでとうございます。 ありがとうございます。おめでとうございます。ちょっと写真、はい、それかっこいいよ。この写真撮ろう。写真、まあ、失礼します。行きまーす。はい、ありがとうございます。はい、じゃあせっかくなんで、お花をもらったかですね。おーゆかりちゃん、あ、かぶりつきでどうぞ。そうそう、ここに、ここに、ここちょうど座って、はい、ね、じゃあさ、間違うかもしんないけどさ、 C でちょっと行きますか。せっかく花もらったんで、自作自演でハッピーバースデーいきましょう。ダメなんだって。じゃあダメだ。ダメで、じゃあやんないっす。ダメだ。事務所の意向で。あとでのお楽しみなの。らしい。あ、なるほど。早いよ。ちょっと早い。じゃあちょっと単純に曲かな。まだ頭ってない。わかんないけど。行きましょう。ちょっと待って、まだダメな話。どうですかね。まあいいや、なんとかやろう。思い出せない。あ、いや、生き方を確認しようと思ったけど、いい、大丈夫です、大丈夫です。あの、このイオリ&ザ・クレイジートミーならではの、いつもね飲みながらやってるもんで、だんだん分かんなくなる。そうそうそう、最近ね、あのその時はねすぐ覚えてね、すぐできるんだけど、すぐ忘れるんだよね。うん、大丈夫ですよ。大丈夫です。チークダンスっていう曲です。聴いてください。ワン、ツー、スリー、フォI'm not afraid to die.
もしかすると、なんだっけもしかすると、原宿の代々木公園で、これをこの歌をこの曲を、踊ってくれるチームが出現するかもしれません。素晴らしい。こうご期待ということで、皆さん代々木公園に行った時には、原宿のロックンローラーを、応援してください。今もう頑張ってます、もうすごい歴史のある、ロックンローラーなんでね。反り込みだろ。反り込み反り込み反り込みなんだっけ横浜ディズニーナイト聴いてください。
こいいですね、これ。なんか昭和のいい時代を思い出しますね。ベースラインはベンチャーズにしてみました。いけ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 、最高でした。俺的にはね、あの打倒朝まで踊ろうで作ったんだけどね、勝ってますね。打倒になってない、勝ちましたこの曲で踊ってみたいですね。ぜひよろしく、よろしくお願いします。ワンセット目最後のステ、曲になります。まだまだ、続きますんで、皆さんごゆっくりどうぞよろしくお願いします。これはね、俺のね、昔からの、どうしようもない腐れ縁の友達で、憎みきれないろくでなしの溝口隆俊ってやつがいるんだけど、そいつの、まあ、モチーフにした曲を俺がちょっと練り込んでアレンジした、曲なんですけどね。まあ、二人の合作です。サングラス越しの夏、聴いてください。ワン、ツー、スリー、フォI'm not afraid to die.
皆さん。終わり。あ、OK。